ブーケデザイナーの関江です。今回はワイヤリングのハートブーケを作ります。ちょっと難しいですけれども頑張りましょう。では花材から。番手の強さは花の大きさや重さによって変えてください。ヒヤシンスは螺旋ワイヤー24番の U ピンを上から刺していきます。1輪のものや2輪のも重ねるものを作りましょう。ワイヤーは優しく下から引き抜きます。次はアジサイです。アジサイはこのように優しくひねってあげてからキュッとまとめてあげて、ワイヤーを股にかけてあげます。その時ちょっと持ち上げてあげましょう。はい、持ち上げてからツイスティングです。茎が大変折れやすくなっておりますので、優しくツイスティングしてください。コットンをしっかりとつけてあげて、ツイスティングしてワイヤーが短くなってますので、補強のワイヤーつけてあげます。長さ足しです。フローラテープはしっかりと最初のところきっちり巻いてあげてから斜めに巻き下ろしていきます。なるべく細く仕上がるように。はい、スプレーバラです。スプレーバラはピアスクロスをします。まずは茎を2センチぐらいにカットしてあげて、ワイヤーを24番のワイヤーをピアスします。段差をつけてあげて、必ず2ミリ3ミリぐらい段差をつけてあげたところにもう一本十字を切るようにワイヤーを刺してあげます。この段差をつけないと中で割れやすくなります。ペリカムは花の顔を揃えて自然な一房を作ってあげます。24番の U ピンを股に引っ掛けてあげてツイスティングです。では作り始めましょう。制作工程は全部で6段階です。まず第1段階、スケッチから。ハートの形といってイメージするのは人それぞれ違う形になります。なのでここでスケッチでしっかりと形を決めておきましょう。では工程2のハートの左上カーブから、短いガーランドを作っていきます。花選びのポイントは色や形がはっきりしているものを選ぶとハートのカーブが出しやすいです。ここではスプレーバラの赤を中心として、右に入れるものは右、左に入れるものは左につけていきます。はい、今ヒヤシンスは真ん中よりもちょっと右寄りに入っている感じですね。示したように徐々にフォーカルポイントの角度に向かって花の顔の向きを変えていくと自然な流れの美しい仕上がりになります。ガーランド最後のラインの花はあらかじめ折り目をつけてから入れていきます。ラストラインをきっちりと一直線で終わらせてしまうと
左右のハートのカーブを合体してあげて、中央の花を入れるときに滑らかにつながりにくくなるので、ここはややあやふや気味で OK です。はい、では折り曲げます。左のカーブなので左側にだいたい 3,4 センチぐらい長さを取ってあげて、私の指だと2本分ぐらいです。指の腹の方で折り曲げます。さらに持った時の重心のバランスが取りやすいように、やや反り返るように折ってあげましょう。はい、では第3工程の右側のカーブです。右側を作る時は先ほどの左側と比較して、同じラインに同じ花や同じ色のものが来ないように意識して組んでいきます。右側を作る時も注意ポイントは左側と一緒です。時折左側の出来上がっているものと合わせてみて、形や色を確認しながら作っていきましょう。そろそろ折り曲げながら入れていきます。アウトラインはややあやふや気味に。はい、出来上がったら今度は右に折ります。先ほどと同じように 3,4 センチぐらい、まあ、指2本分ぐらいですかね、このぐらい取ってあげて、でさらに後ろに倒す。そしてここ合わせます。折った部分ですね、折った場所を合わせます。これが構造上の焦点 MFP というものになります。メカニカルフォーカルポイントなんですけども、 MFP をグリーンのワイヤーで、しっかりと留めてください。ここが全ての要になります。工程に移ります。中心の花を入れていきます。フォーカルポイントは通常120度で設定します。今回のハートブーケに限っては、小花の集まりなので、あまり、フォーカルポイントが目立たないようにしたいため、やや低めに設定しました。先端の長さは上部の延長線上を予定して設定します。完成のイメージをしっかり持ってガーランドの幅も合わせていきましょう。はい、ポイントです。また同じく横から見た図ですが、フォーカルポイントから先端 B にかけてを今度は見ます。120度のフォーカルポイントから徐々に花が下に流れていくことをイメージして、花の顔の角度を決めていきます。実際組むのは B の先端からなので、徐々に起き上がるように組むことになります。はい、では先端部分を組んでいきます。左右のカーブの時と同じように、右に来るものは右、左に来るものは左につけながら組み入れていきます。時々このように本体に合わせて長さや幅をチェックしてください。本体の MFP と合わせるポイントをしっかり定めます。
こう定めたら、先端のガーランドをしっかりと折り込みましょう。折れたら、本体のステムの前面にガーランドを重ねて、MFP をしっかりと留めましょう。この時、右側にずれたり、左側にずれたりしないように、必ず前面につけるようにしてください。はい、しっかり留められたら、ちゃんとつながりを確認します。ここまで来たら、あとちょっとです。間をつなぐように花を入れていきます。全体を見ながら色の配置もよく考え、入れる花を選びましょう。正面からはもちろん、横からもちゃんとチェックをしながら入れていきます。飛び出しすぎていたり、えぐれすぎていたりしないようにお花を入れていきましょう。くぼみの部分のお花はちょっと低めにしっかりと綺麗なくぼみが出るようにして入れてあげます。ヒヤシンスはとても可愛らしいお花なので、ちょっと飛び出すような感じでアクセントに、そうですね、最後の飾り付けのような感じで入れていきましょう。可愛いですね。あんまり出しすぎてしまうとちょっと強くなってしまうので、ちょっぴり見えるくらいに。どうしても右利きの方は左側に入れるのが入れにくいため、左側の分量が少なかったり欠けてしまったりしがちです。よくチェックして、最後の最後までチェックしてプラスしていきましょう。描いたデッサンと見比べてみましょう。どうですか？
はい、OK だったらば後ろ側を持って、ステムを処理します。ちょっと小花をたくさん組んでいるので今回は太くなっておりますので、軽めのワイヤー、弱めのワイヤーを弾いてカットします。ステムの長さは2握りちょっとぐらい。メカニカルフォーカルポイントをしっかり握ってワイヤーで 2,3 周ずれないようにしっかりと留めます。私はいつもこうやって目で見るだけでなく手でなぞったりしてチェックをします。はい、完成です。ここからはちょっとおまけです。プラスアルファの画材でもっと個性的に仕上げてみましょう。プラスする画材はパンスリウムと羽衣ジャスミン。今回はアンスリウムを使いますが、代わりにコチョウランやバンダなどでも素敵に仕上がると思います。ではアンスリウムを入れていきます。中央部分を外してちょっと横のところにブーケ自体に貼り付くような感じで入れていきます。フィットさせながら、もう一輪のアンスリウムも重ねてあげましょう。あらかじめワイヤーの根元の部分を折ってあげて、はい、このようにちょっと角度をつけてあげてから入れるとブーケージ本体にフィットしやすくなります。はい、アンスリウムがきれいに重なってくれたら、根元のところちょっとフローラテープが見えてしまっていますので、そこのところをカバーします。お花をちょっと動かしてカバーできるようだったらそれで OK で、もしできなかったらお花をプラスしてあげてください。次に羽衣ジャスミンを加えます。羽衣ジャスミンはブーケに動きや立体感を加えてあげるような感じで入れてあげましょう。羽衣ジャスミンは下にちょっと流してあげたりですとか、上の部分に渡らせてあげて空間を作ります。そうすることによって全体のバランスがちょっと崩れることがあると思うので、小花をプラスしてさらに調整しましょう。裏面は花嫁さんから見えるところなので綺麗にしてあげましょう。はい、最後にカバーグリーンです。はい、完成です。いかがでしょうか。ちょっとかっこよくなりましたか。いかがでしたか。今回は中級者から上級者向けのハートスタイルでした。ご意見やご要望などございましたらばホームページの方からご連絡ください。ではまた。